ブライアン・ボールズはアメリカ合衆国の男性総合格闘家、ウェストバージニア州チャールストン出身、ハードコアジム所属、ブラジリアン柔術チャオビ、元 WEC 世界ワンタム級王者。プロになってからもペプシコーラ販売員の仕事を継続していた。2005年から総合格闘技の練習を始め、翌年にプロデビュー。2007年には WEC と契約し、 初戦となった6月3日のチャーリー・バレンシア戦は、チョークスリーパーで勝利した。ついで12月12日には、マルコローロと対戦、5勝利で、WEC に連勝となった。2008年8月3日の WEC35 で、ダマッシオページに一本勝ち。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。12月3日の WEC37 でも、ウィル・ヒベイロに一本勝ちし、 サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年の4月5日には、ミゲール・トーレスの持つ、WEC 世界バンタム級王座に、挑戦予定であったが、怪我により欠場した。8月9日、WEC42 でのタイトルマッチでは1ラウンド小勝ちを、収め王座獲得に成功した。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年3月6日、初防衛戦となった。 WEC47 で挑戦者、ドミニク・クルーズと対戦。2ラウンド終了時に、右手の骨折でドクターストップがかかり、TKO 負けにより、キャリア初敗北を喫するとともに、大座陥落した。2011年3月3日、UFC 初参戦となった UFC ライブ、サンチェス VS、キャンプマンで、ダマッシオページと再戦し、ギロチンチョークで一本勝ち。 サブミッションオブザナイトを受賞した。2011年7月2日、UFC132 で水垣岩樽と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2011年11月19日、UFC139 でユライア・フェイバーと対戦し、ギロチンチョークで一本負けを喫した。2013年5月25日、UFC160 で、 ジョージループと対戦し、2ティコ負け。試合後の薬物検査で規定値を超えた高濃度のテストステロンが検出され、ネバダ州アスレチックコミッションから9ヶ月間の出場停止処分を受け、UFC からリリースされた。ありがとうございます。